にちは、サータンです。今日は広尾のプラチナムジムに来てます。で、なんで来たかというと、スペシャルなゲストがいるので、これから紹介したいと思います。お願いします。どうもおめでピクピク。どうもバビリルも女子の手を握りたい斉山グレートです。緊張してるんですよ、こっちとら緊張してるんですよ。本当ですか？はい、全然緊張してない。緊張してもうずっとバクバクしてる。だから動いてるんです。そう、これ緊張するんですしないんですか？彼氏さんとか緊張してこうずっとピクピクとかしてないんですかしてないんです。おかしいなということで、今日は斉山さんに来ていただきました、はい、来ました。軽く自己紹介だけお願いしたいんです。軽く、はい、彼女募集中ですいや、これちょっと中山さん入っちゃう誰なんですね。中山きんに君からちょいちょいと覚えてくれてきちゃう、はい今日は斉山さんとコラボしていただけるということで、はい、ここに来たんですけど、はい、斉山さんは日本一の腹筋をお持ちということで、あぶさい。これ今ねもうすごい乗っちゃってるから出したくない。奥なんですよ。だからあの僕がすごい絞れてる時の写真を送るんです。もうあのあ、はい、今はそんなんですけど、それでもやばくないですか？これ腹の音ですすごい。今このプラチナムジムに BGM として鳴り響いているのは腹の音です。すごい。この腹筋やばくないですか？これでも全然ってことですか？これはもう超多くなんでデブですね今。おお、マジですか？はい、でもこれだけそのオフで乗っても、はい、こんだけボコボコしてるってことは、はい、すごいじゃないですか。すごくないと無理じゃないですか。これはネタスクリニックに行きました整形したんですか？これ整形ですちゃういや、すごいやってはるんですよ。ちょっとあの本気の時はちょっと今画像で出させてもらってる、はい、こんな感じで、はい、でこの腹筋の秘訣を今日は教えてもらおうと思います、はい、じゃあ誰でもできる簡単なやつとか、はいはい、めちゃくちゃ簡単です。本当にね10秒あったらめっちゃ10秒10秒あれば本当にできちゃう。それは嬉しいですね、はい、10秒であなたのお腹はくびれます。なんかすげえやらせな広告ですけどね、はい、マジか。マジです。10秒です。じゃあそれを早速教えてもらいましょう。行きましょう。はい、お願いします。お願いします。まあこれちょうどスミスマシンがあったんで心を使います。あ、別にこれじゃなくてもいい。なんかぶら下がるじゃないですか。そうそう、ここぶら下がるじゃないですか。ぶら下がりますよ、足乗っけるじゃないですか。それめっちゃ難しいやつです。無理いや、ちょすごっ。これあの10秒ぐらいやってもらえる。いやすごいけど10秒振ってください。いや誰もできないです。えできないんですか？できないです。え、できるよ。できないです。できる。え、そうなんですか？いや、できないでしょマジですか？おかしいな。一回サータンでやってみます？絶対無理です。10秒振るだけですよそこまで足が上がる。いや、普通それが上がんないの？上がんないです。だなもっと簡単なやつなんです。くびれるやつ、はい、あ、お腹の、はい、あ、したらここにちょうどいいのがありました。筋トレ初心者の方もやってるやつなんですけど、ここにフックあるじゃないですか、はい、かけるか。すごい。やばい。浮かせるんです。やばい。そうすると、めっちゃ怒らないです。すごい。ここですね、こうピヤーンと伸びるんですね。それはでも、あの、テコの原因ですね。力いらない。いや筋トレ初心者にこそ、こう、プラチナムジムといえばですよ。このラックにこのフックですか？すごいですけど。すごい、なんかあの突っ込む前にすごすぎて普通になんかすごいって思っちゃった。これは全然もうやるのできるんです。できないです。え？もっと簡単なやつないですか？でもあれですよ。さっきのどっちに。これはね、さっきのちょっと簡単かもしれないですね。こうやってね、上を行くんですよ。え？で今度こう下ろすんですか？長っ。
ちゃんと。この足が無理です、まず。どうやってやるんですか。これも今もすごいぐわっつくこう、ぐわっつくこう。なりました。なるんですよ。これは本当5回でいいです。3回でもいいの。いや、5回も無理ですよ。いや、まあそれはそうっすよ。お。お。惜しいな。いや、絶対無理です。全然教えてくれる気ないじゃないですか。いや、これはもう僕のノウハウが詰まったんですから。ああ。これでやりましょう。やっぱりまあ、転ぼうっすよね。これは誰でもできるやつですか？これ、できるんじゃないですか？簡単っすよ。これあの僕が開発したアブローラの動画っていうのがあるんですけど、ここからさらにこう僕のつま先見れてください。こっからさらにこう、やばっ、これはすごいっすねっていうのを普段やってます。大体ちょっと次元違いすぎました。でもさっきよりできそうじゃないですか。いや、これほんまに無理です。だって普通のプランクでさえ私しんどいのに、こんなん一回サーターもちょっとやってみます。絶対無理。さっき見た目はさっきよりなんかいけそうでしたけどね、見た感じは。ちょっと待って、多分私膝ついたこれ。あ、進んじゃうんですね。それこれはね、進みます。すごい。本当顔だけ気をつけてくださいね。ガンガンっていっちゃうんで、ガガーンっていって、あの前歯なくなった人を見てるんで。いや、これは無理です。そんなんなるんや。すごい。誰でもできるかな。だってこれ準備するだけですよ。さっきも3回やるってことあるんですよ。あのちょっとこうちょっとぶら下がるみたいな。かし、無理無理、それ無理ですよ。逆に教えてもらっていいですか。誰でもできるやつ。なんかこのベンチでこうやってやってるやつ、はい、ベンチでこうやってやるの飛ぶんすか。むずいっすね、結構ベンチで飛ぶ。あ、これは結構きついな。これ狭いのに。いや足かれたらこっち。絶対違うでしょ。こういうことじゃないですか。で最後マジで、はい、もうこれは家とかでもできる。これまあコツコツ続ければ、はい、まあある程度腹筋鍛えられますよみたいな、めっちゃ基礎的なやつとかってなんか。まあじゃあ地球人レベルとレベル落とします、ね。地球じゃなかったんですね今。ちょっと間違えてた。地球だった。はい。そうか。これ本当にもう一番簡単なやつをいきます。これもう多分あの3歳児でできる。これもう本当簡単です。寝るじゃないですか。持つじゃないですか。食べるじゃないですか。こうですね。このままキープしてください。いや。よくこういうのってこう。いや、そうです。こうやってやったらする人いるじゃないですか。違うんですよ。もうずっと上げちゃうんですよ。ふっ。すんごっ。これはもうあの女性用に開発されたやつですね。絶対無理でしょ。何秒ぐらいとかあるんですか。あ、もうあのまあ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 5秒ぐらいで、これも誰でもできますか。あ、すごいちょ、私ほんまにあの腹筋マジでやらないんですよ。それはでも腹から逃げちゃダメだよ。腹から逃げちゃダメだよ。え、これやばくないですか。あ、でも
あ、それはよくあるやつですね。あ、それは違うんですよ。それは、あ、これはよくやっぱりね、人と違うことをやっていかないと、だんだんと。よくあるやつとか、やっぱりね、違うシーンも。人と違うことをしていかない。そう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 。なるほど。ちょっとできるようにしますわ。はい。まあ、おすすめは、こう振るやつとか。あ、さっきの。10秒、10秒間です。あれはなかなかできないですよ。いやいやいや、まあ、あれはもう、3日でできるなって。ぶら下がれて足以降は上げた。これって上げるのって上げるのも大きいんですか？あ、もうちょっと詳しいことは分からないですけど、あ、使ってる感覚がするんですよね。ちなみに僕これのやりすぎで内臓をおかしくしました。だから、まあ、これをね開発した時に、開発っていうかジムでこう見たんですよ。あんまやってるやついんな、うん、俺の方がもっとフォームきれいにできるだろうってやったわけですよ。最初なんか50回ぐらいやっちゃう。それをなんか3セットぐらいやったらすっげえもたれちゃうんです。汚いもんし食べたものがこう消化されずにみたいな、ね、でなんか熱も出ちゃう。なんか食ったのがおかしいな。であのちょっと大型連休の時にもしかしたらこの前これやったせいでなったのかな。50回 10セットやってもっとひどい症状になったら絶対これだなってやったんですよ。もうそのゴールデンウィーク潰れましたね。これもね、あの本当に10秒、10秒です。やりすぎはよくない。やりすぎると内臓がねじれちゃって、あ、もうね、本当にもうずっともう究極の胃もたれ状で高熱が出てみたいな。だから10秒もうこのだけで完結ですから、高回数とかやる必要ないんです。では今日は佐山さんに腹筋を教えていただいたんですけど、はい、いや、やばすぎるじゃん。あ、この前の日本選手権みたいな、みんなサイドチェストやってこんなことやったんで、ほんまだそのね、あー、やっぱ変わったな。そう、すごかったですね。ね、あ、見てました、見ました、見に行ったんすか？あ、見てないです、動画とかで見てました。やばいっすよね、ずっと横川と見たせいで、僕なんか筋肉ねえなって、すっげえ感じた。いや、大会行ったらそうなります。すっげえ、あれ俺燃やしたなみたいな。やばすぎました。やばいですね。さすが日本一の腹筋。はい、あ、横川君がね。いや、違います。あ、俺、はい、腹筋がですよ。ありがとうございます。はい、まあ、あれはできるようになれば、お腹筋になるんですよ。まあ、普段俺あんなやんないですけど、あんなやるならやるなよ。こういう時にしか披露しないの。そうなんですか。そうっす。騙されたいや、アブローラはやるよ。アブローラはやりますよ。彼女募集中です。もう一回やりましょうか。はい、彼女募集中です。募集中です。声ちっちゃ、声ちっちゃ。募集中です。ということで、あの、はい、佐山さんの誕生日の方は佐山さんの方にコメント。佐山さんの方なんですね。こっちでも一応こっちのチャンネルで。こっちでも佐山さんに伝えますので。お願いします。はい、ぜひ。いや、めっちゃいるでしょ、絶対。え？めっちゃいるでしょ。いや、でもそこそこモテますよ。いや、私はね。はい、最近165キロモテるようになりました。筋肉。いや、筋肉。筋肉。すぐ筋肉んでます。楽しみな、お寿司。あ、お寿司ね。はい、はい、お寿司を取りに行きましょう。はい、ではこの動画見ていただいてありがとうございました、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。さっさんでした。さよなら。